おはようございますすす港放送局でで過去問を特問のコーナーナ平成28年度建築物環境衛生管理技術者試験問題64空調熱負荷に関する次の記述のうち最も適当なものはどれか1装置蓄熱負荷は熱源負荷に含まれる2送風機による負荷は空調機負荷に含まれる3 設置負荷の構造体負荷は一般に冷房時には無視する。4外気負荷では一般に鮮熱負荷を無視する。5人体負荷には頸熱負荷と鮮熱負荷がある。1番装置蓄熱負荷は熱源負荷に含まれる。熱源装置の蓄熱負荷ですので適当です。2送風機による負荷は空調機負荷に含まれる。 熱源装置というよりは空調機の一部と考えますと適当です。設置床の構造体負荷は一般に冷房時には無視する。また建物の床は外して温度が低いので冷房時には冷やす方向なので無視できると考えますと適当です。4外気負荷では一般に洗熱負荷を無視する。まあ、外気は現実はもちろんごと洗熱負荷も含まれますので。 適当です5人体,人体負荷には建熱負荷と戦熱負荷がある。まあ、文面の通り適当です。問題64は4が最も不適当なものとなります。問題65次の空調設備のうち個別方式に該当しないものはどれか1ターミナルエアハンドリングユニット2空気熱源ヒートポンプパッケージ3ウォールスルー型ユニット4 密熱源ヒートポンプパッケージ。5、ビリオマルチパッケージ。1番、ターミナルエアハンドリングユニット。大金工業株式会社のホームページですね。セントラル空調と個別空調という比較がありまして、えー、ターミナルとついてますが、エアハンドリングユニットはセントラル空調。まあ、中央方式に該当しますので、 個別方式に該当しません2と4と5ですね。えー、こちら、も全部パッケージ型エアコンは個別方式となります。カッコさん、ウォールスルー型ユニット。こちらも日本 p m a ク株式会社のホームページから、えー、p m a クさんの 製品を見てますがスリットタイプの外壁部の吸排気口はシンメトリーのスリット開口でとあってまあこちらもパッケージ型と同様個別方式となります。従いまして問題65は括弧1が個別方式に該当しないものとなります。 問題66ヒートポンプ方式に関する次の記述のうち最も不適当なものはどれか11台で温熱源と冷熱源を兼ねることができる2冷水と温水を同時に取り出せる機種がある3密熱源方式は空気熱源方式に比べて一般に成績ケースが高い4電動冷凍機プラスボイラー方式に比べて夏冬の電力消費の差を小さくできる 5電気熱源方式に比べて密熱源方式の方が多く使われている、まあ、1, 1番は1台で温熱源と冷熱源を兼ねることができると、まあ、暖房も冷房もできる機種が身近にありますよねなので適当です2冷水と温水を同時に取り出せる機種があるダイキン工業さんのホームページですよね 冷温水同時取り出し型空冷ヒートポンプチラーとあって、まあ、冷水と温水を同時に取り出せる機種がありますので適当です3密熱源方式は空気熱源方式に比べて一般に生成ケースが高いこちら株式会社チキタクさんのホームページから理想はなるべく熱量が多く熱源と供給先の温度が近いこととあって、まあ、中ほどですね まあ空気と液体では体積あたりの熱保有量は液体が圧倒的ですと同じ温度条件ならば水などを熱源にした水冷ヒートポンプの方が効率面では良いといえますということで質問も適当です4電動冷凍機プラスボイラー方式に比べて夏冬の電力消費の差を小さくできる。 こちら夏場に電動冷凍計稼働して電力消費が大きくなり、まあ、冬場ボイラーで灯油や重油を燃焼させて電力消費が小さくなるということで、まあ、年がら年中ヒートポンプ方式で電動を使っているとまあ、説問の通り、まあ、電力消費の差は小さくなるということで適当です。 空気・熱熱源源方方方式式に比べてての方が多く使われている、まあ、日立さんの日立評論より随分前の資料ですが、まあ、水資源の不足大気汚染による冷却水の汚染などにより昭和40年頃より空気を熱源とした空冷化への転換が急速に浸透してきているということでもう今では。 えー、空気熱源方式の方が多く使われていますので、こちらの質問が不適当となります。問題66は （5） が最も不適当なものとなります。問題67、蒸気圧縮冷凍サイクルに関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。1、圧縮 圧縮機により冷媒の非エンタルピーが増加する2凝縮器により冷媒が液化する3凝縮器により冷媒の圧力が増加する4膨張弁により冷媒の圧力が低下する5蒸発器により冷媒がガス化する1番から見ていきます圧縮機により冷媒の非エンタルピーが増加すると。 こちらトレインジャパン株式会社のホームページですね、えー、圧縮工程が圧縮機で圧縮して、ま、この横軸非エンタルピーですねここが増加してますので適当となります2凝縮機により冷媒が一化するこちらも同じ資料 を見てみる凝縮器でこれ凝縮工程ですね、まあ、ここでここの、えー、肌色のゾーンに入って液化してますので適当です3凝縮器により冷媒の圧力が増加するまあ先ほどと同じポイントですね凝縮器も、まあ、圧力は一定で、まあ、増加することもなくそのまま 非エンタルピーが低下しているということなので不適当となります。4、膨張弁により冷媒の圧力が低下する。また,し、えー、また同じ資料ですね。膨張、そういった感じ膨張弁で圧力は低下、縦軸の圧力が低下してますので適当です。 5蒸発器により霊媒がガス化する、まあ、同じ資料蒸発器があって蒸発工程ですね霊媒は気域混合ゾーンですねはガス化しますので適当です問題67は3が最も不適当なものとなります